イルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。よし、じゃあ今日も、ちょっと、動画ではございますけれども、続きの方をやっていこうかと思っております。まずね、受けてたクエストいくつか残ってて、例えばこの、ペロネの地図のかけらとかね、ラハドの地図のかけらとか、このあたり、あとバルキの地図のかけら、このあたり、地図だけ拾って、何もやってなかったので、ちょっとこの辺りやっていこうかなと思います。バルキというカジートの死体を見つけた何かをディフォート造船所へ届けようと死んだようだ。バルキへの指示にあった地図のかけらを手に入れた、ディフォート造船所へ届け、エシマンディン船長に起きたことを伝えると。これ全部多分エシマンディン船長に渡すんだね、これね。とりあえずこれ全部持っていっちゃおうか。で、どこにいんだ、エシマンディン船長。これだ、アメノスだな。アメノスじゃないの、アメノスじゃないのか。ここの造船所にいるってだけかもしれない、とりあえず行ってみましょうか。あれ、あ、道ある。馬屋の館に餌を。ゴンファローネ。あ、お金ないんだ、そう。お金がありません。なんか売れるもんないかな。ルビーヤッシュの弓、この辺り。よし、いいでしょ、こんなもんで。ハイアイルはますます危険になっているわ。ちょっとね、大きな買い物というか、モチーフを買ったの、この、これ今、掲げてる、ブレトンの剣、古代ブレトンの、違う、太古ブレトンの剣のモチーフね。なんかシンプルでいいなと思って、これがね、ちょっと持ち金ギリギリだったもんだから。よし、行きましょう。もう旅の祠使っていっちゃった方がよかったか。そうだな、こっちだな。
噴火してるね、火山。なんかやってない？超越の騎士がなんかやってない？スプリガンに向けてなんかやってるよね。スプリガンに斧を、マサカリを入れてます。なんだこれ。どういう状況だろう。何の抵抗もしないスプリガンは。スプリガンだと思ってないのかもしれないね、あの超越の騎士たちは。普通に木を、木材を手に入れるために木を切り倒そうと思ってたら、実はそれスプリガンだったっていうことなんじゃないの。そのうち襲われるな、あれ。ここだ、宿屋エールと来て。初めて入るな、ここ。へえ、こんなとこあったんだね。入ったかな、ここ。トリビュートの隠された起源、ちょっと読んでみようか。ゲーム研究者ブルニール・デュフォント著。我々が危機の時代に生きていることを否定するものは少ないだろう。モラグバルの鎖が空から降る中、単純な快楽に安息を見出すのは難しいかもしれない。だが単純に快楽こそまさに我々の必要なものだ。そこでテイルズ・オブ・トリビュートの出番である。このゲームが最初にゴンファローネワに導入された時、私は、を対して気に留めていなかった。だが本土にも広まっている今は注目しないわけにはいかない。残念ながらこのゲームの危機についてほとんど知られていない。私は真実の探求に出かけたが、発見したものはさらなる、疑問を呼ぶばかりであった。ささやかながら私が知っていることを話しておこう。今ではテイルズ・オブ・トリビュートをプレイする者がほぼ全員ロイスターを名乗っているが、当初ロイスターズクラブを構成していたのはゲームの制作者たちだけだった。この最初の同好会がかなり規模が小さかった。おそらく数十人程度だ。ゲームデザイナーであるこの初期メンバーたちは今では創立者と名乗っている。創立者たちは自らの匿名性を保つため、多大なる労力を払っているが、その目的はわからない。私にはっきりと言えるのは、創立者たちが主に学者や職人、探検家といった人々で、タムリエルの物語や歌、伝統を集めてこのとてつもない人気ゲームを作ったということだ。ゲームシステム自体も様々なカードゲームの伝統から多くの要素を借り受けている。六角形のカードの形状はペレタインの占いデッキから来ている。あ、そうなの？シンボルの配列は現在でもハンマーフェルでプレイされている古代ヨクダのカードゲームに由来している。だが全体としてのテイルズ・オブ・トリビュートは単なる寄せ集めからほど遠い。デッキのカードの枠と裏の美的スタイルは統一されている。この要素はわずかながらブレトンのモチーフを採用しており、翼の生えた王冠を導入することで、それぞれのカードに共通のアイデンティティを与えている。カードの美的スタイルは大陸中から集められている。製造自体はここゴンファローネ湾で行われている。印刷業者と絵師は基本的に厚紙を用いてカードを描く。耐久性に優れ、ここシストレス諸島では容易に入手できる素材だからだ。芸術家たちはタムリエル中から手に入れた様々な色素や絵の具を使っている。数字の情報はイカスミで表されている。これは本物のカードを偽物から見分けるのに役立つ部分である。ロイスターの印刷機は昼夜を問わずさらなるカードを製造しており、新しいデッキが定期的に出現している。当然ながらトリビュートのデッキはカードだけではない。私が言っているのはもちろんパトロントークンのことである。ロイスターズクラブの石切り職人や細工師、宝石職人たちはもともとこのトークンをラリマーから作っていた。ラリマーとはシストレスでしか取れない、乳生色っていうものかな、の宝石である。ここ最近の数ヶ月は、特に北タムリエルでホーカーの象牙のトークンが、主流になりつつある。しかしこうした素材の、価格の高さのため、クラブは石灰石や砂岩を削り出したもの、あるいは鉄とハンマーで打ち出したもので、パトロンを作った。安価なゲーミングセットも販売し始めている。
あ、ゲーミングセット自体はもうピンキリなんだと。高いのもあればね、鉄とかハンマーで打ち出した安めのもんもありますよと。なるほどね。その秘密主義にもかかわらず、創立者たちはゲームの講演をするゲーミングチャプターや、トーナメントの組織、優れたプレイに対する報酬の提供などに精を出している。おそらく時が来れば、この先駆者たちの何人かは皆の前で正体を明かし、その正当な名声を受け入れるのではないだろうか。だが今のところ私たちにできることは、彼らが与えてくれるカードを取り、ゲームを楽しむことだけだ。なるほどね。グラシャロクがなぜいるんだ？ミッリーがいたはずなんだけど。バイオリンとギターの合いの子みたいな感じだね。弾きづらそうだね。この人はエシュマンディン船長。ちょっと待って、この人はガベブ風教喋れない。冗談に付き合っている暇はない。積み荷の目録で手一杯なんだ。何か用でも？バルキの死体の近くでこの地図のかけらを見つけた。遺体？死んでいたとは残念だ。隠れるのがうまくなかった。暗闇でいつもつまずいていたしな。カージートには珍しく嫁も聞かなかった。彼が死ぬと思っていたのか？はあ、思っていたかって？いや、あまり驚きはしないってだけだ。危険だと警告したが、彼には仕事が必要だったからな。代わりにお前に手に入れてもらうことになりそうだ。地図の報酬を払おう。取引成立だ。なるほど。私が探している地図のかけらの一つだ。バルキは本当に見つけたんだな。報酬を渡してやれず残念だ。まあ、仕事を終わらせてくれたお前に報酬をやろう。ありがとな。いいえ。また会うとは。私の地図のかけらを見つけたんじゃないだろうな。フェロネの遺体からこの地図のかけらを見つけた。フェロネが死んだ？ああ。信じられん。あのダークエルフはかつてパクトに仕えたベテランの海兵だった。風が激しくなっているのか。お前は運が良かったようだな。そのかけらはそれなりの額で買い取る。取引成立だ。持っていけ。まさにフェロネに探して欲しかったものだ。そのために死ぬ羽目になるとはな。シストレス諸島の運命は変わりやすい。感謝する。お前まで不運に見舞われないうちに報酬を使ってくれ。戻ってきたということは理由は一つしかないな。ずっとここにいるんだ。今度は何を見つけた？ラハダの遺体にあったメモからこの地図のかけらを見つけた。あいつほど有能なものには会ったことがなかった。あれほど信頼できるものはそう多くはいない。だが本当にやったんだな。ありがとう。その地図のかけらをもらおう。もちろん報酬と引き換えだ。どうぞ。間違いなく私が探していたかけらだ、うん、ラドウの死も無駄ではなかったか。ラドウ全部揃ったら報酬を分け合おうと思っていたが残念だが、お前には関係ないな。あいつに渡すはずだった金をやろう。ありがとう。スカージオブセンチネルの地図のかけらを全て手に入れたが、集めに行かせた者たちはお前以外死んだ。そうだな。この仕事を最後までやれるのはお前だけだ。協力する気はあるか？協力とはどういう意味だ？この宝は大切だが、私を手伝ってくれた者たちのようになっても構わないとは思わない。いつまでも死を免れるのは無理だからな。この地図を使い、私の代わりに宝を見つけてくれるものが必要なんだよ。なるほどね。これをもっと逃げると思わないのか？この宝は富ではなく、ハンマーフェルへ戻る切符だ。その後悔のためならお前に大金を払おう。どうだ、協力してくれるか？分かった、協力しよう。なるほどね。これを落ち着いて状況を確認しよう、うん、ここには見覚えがある。シプレクショールズ、あの老人によればスカージが座礁したと言っていたところだ。奴らは戦利品を埋めたはずだ。シプレックショールズの地図を見てその場所を探してみろ。なるほど。だからあれだったんだね。クエスト、一つのクエストを発生させるためのトリガーだったんだね、この三つのクエストは。なるほど。これ宝の地図、この場所に行けと。
うん。スカージオブセンチネルの財宝を探す。シップレックスショールズ。どっかで聞いたかだな。これだ。行きますか、じゃあ。この場所のところに宝があるぞと。なんかあるぞ。マルセルへ。あれ？聞いたぞ、これ。マルセル。もしこれを読む人が勇敢かつ強靭で勇敢な冒険者であり、社会の不正を正したい方、正したい方だ。ちょっと待って、どういうこと？社会の不正を正したい方だ。ゴールドを稼ぎたい場合、ちょっと、よくわかんないね。アメノス監獄の映像近くで私を探してほしい。私はその恐ろしい檻の外側にいるだろう。雇われた姫を助けるような優しさがあるなら、その仕事に見合った報酬を支払うと約束しよう。もう、この下りは終わったな。騙されたと。騙されるとこだった。さてと、行きますか。シップレックショールズで、地図の場所の宝を探す。まあヒントが多いね、この地図には。まず海辺であるところでしょ。そして船の、なんだろう、船の先の方が壊れてナンパしている。で、その印となるようなメインマスト。わかりやすいね、これね。ここから降りてったっけ。あ、ちょっと降りるの早かったかな。あ、大丈夫だ、いける。ん？どれだ？あ、そうかそうか。ここか、ここだわ。この船に乗っていくんだ。島だわ。もう寄り道できるサブクエも残りわずかだからね。さてと、地図で分かりそうなとこないかな。そうだね、この辺りっぽい気がするよね。まあちょっと島をぐるっと回ってみりゃわかるか。でも泣かないでよ。こっちだね。ん？この魚硬いぞ。まずは、いや、あんなでかくねえな。道やってみようか。もっと小型の船舶のマストだね。
ミリも強いんだよな。まあ多分海岸をぐるぐる回ってりゃ、いずれは、勝ち目はないよ。いずれは出会う。あれだ。いや違うの、向きが違えな。これじゃない。よく見つかっちゃうな。あれ？なんか思う。あのね、感じ悪くなりたくないの。どうかな、ちょっと行ってみようか。至るとこできるな。どうかな。なんかでもあるね、マストがあるな、あそこに。ちょっと様子見てみよう。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。ういっつう。てかここだね。ここだ。ここなのは分かったんだけど、戻されちゃったな、反対側。ここの辺り、これだ。手側から行こう。ピラニアが最強だからね、このゲーム。ピラニアとハンマーが、うん、最強だから。破壊するのは聖なる剣でも、うん、強力な魔法でもないから、うん、ハンマー。何か偉大なものを破壊するときはハンマー。それがもう聖遺物と言っても過言じゃない。あれだ、障子が切れてる。これだね、この何。これだ、盛られた土。よし、出てきた。これ持ってけばいいの？ヘジマンディン戦場のところに戻る。これだな、うん、よし、さっと戻ろう。
すごいお化粧の姉さんいるね。すごい果てだな。私の中ではお前と悪い知らせが一緒になってきている。その結びつきを断ち切ってほしいものだ。センチネルの厄災の財宝を見つけた。はあ、これでクラウンを買収し故郷で引退できる。もう無理かと思っていた。さあお前の分け前だ。ありがとう。ついにシストレスとデュフォートのために積み荷を運ぶ仕事におさらばできる。ハンマーフェル目指して出発だ。なぜハンマーフェルから追放されたんだ。はあ、私は貴族の生まれだが残忍だった。捕まって海賊暮らしが終わった時、家族が寛容な処置を訴えてくれて投獄を免れた、うん、だが故郷に戻らないことが条件だったんだよ。行いを改めた後でもな。戻ったら何をするんだ。すっぱだかになってアリクル砂漠でこの塩水を干からびさせるよ。なるほど。その後はデュフォート家の仕事で貯めた金を持ってバーガまで余生を送る。親族が快く迎え入れてくれるか様子を見る必要があるかもな。バーガーもね、無理なんじゃない。ついにシストレスとデュフォートのために積み荷を運ぶ仕事におさらばできる。うん、まあ達者でやれよ。ここはもう他に何もないのかな。なんかあれだね、酒場っていうよりもこう休憩室みたいな感じだね。多分もう用意されてる、酒が用意されてるから自分でやってくれよってことだと思う。さてと、じゃああとは、あとはそうだね、リガードのクエストなんぞ。あ、パブリックダンジョンやってないんだ俺。やってないね。スカイシャードちょいちょい取れてないっぽい感じなんだけど。いや、ハイアイルのスカイシャード全部取ったみたいな実績出たよね。でもあれなのか、別キャラで取ってた場合はってことなのか。ちょっとパブリックダンジョンまず行くかね。もうとりあえずもう何もやることなくなって全部、そこからメインクエストやった方が多分つながりがいいと思うから。パブダン行きましょうよ。そしてリガードね。まずはここ、ちょっとここで緑の大蛇の別荘を見つけてからにしよう。ああ。夜のジャングルは嫌だな、さすがに。どっちだろう、この上だな。いるね。すまんな。今のが最後？よかった。まだいる。なんかないか、書物。
なんか捕らえられてた誰かここで。まあいいや、なんかで来るのかもしれないな、クエストで。お、コーンフラワー。誰かいるぞ。イレス・マウル。やあ、富を求める船乗りの話を聞いていかないか。まあ話を聞くだけならな。頼みがあるんだ。財宝の分け前を渡せるかもしれない。いい感じの数だ。それどころか俺の船の一等航海士にしてやるぞ。船を手に入れたらの話だがな。話を、どうだ。話を聞こう。物分かりがいいな。俺はイレス・マウル。まだ無名だが、そのうち悪名を馳せるはずだ。うちの一族はアビシアン海で代々名を成してきた。俺も自分の地位を築き上げようと思ってる。なるほどな。それで何すればいい。うちの一族にゴーストヘブン湾で船や船員と宝を抱えて忽然と姿を消したやつがいる。その宝を見つけたい。一族の財宝を手に入れたら一等航海士の扱いで分け前をやろう。どうだ、やるか。わかった。その祖先の消えた財宝の、捜索を手伝おう。お宝を探すのは意外と楽じゃない。多くの船がここで俺の祖先の船と共に姿を消してるんだからな。それにゴーストヘブン湾には幽霊がいるって話だ。まあ名前からして明らかだがな。まずは先祖が本当にここにいたって証拠を探そう。なるほど。ゴーストヘブン湾について、教えてくれないか。知ってるのは噂だけだよ。かつては人目につかず停泊できる場所だったが、災難が起きて船が通れなくなり、無数の船が立ち往生したそうだ。いろいろな噂はあるが、俺が信じるのは家族の話だけだ。それでどんな噂だ。俺の先祖はアビシアン海で略奪者たちの大艦隊と航海してたそうだ。家族は連中が大規模な襲撃を終えた後、盗品を分けるためにここへ来て仲間割れをしたって考えてる。あまりに派手に争ったから湾が封鎖されたってな。なるほどな。存在が定かでない財宝のためには危険なようだな。先祖がいたのは本当だし、彼女の宝がここにあれば船が手に入れられるかもしれない。お前はどうだか知らないが、俺はずっと甲板で働いてても金を貯められないんだ。すぐ使おうからな。変なことに挑戦しなきゃ何も得られないだろう。でアメノスにはどうやって入ったんだ。囚人の所持品を回収するためアメノス監獄へ来るガレー船にこっそりと乗ってきたんだ。港に入ってすぐ袋を掴んで飛び出した。荒野に入ったら誰にも止められなかったよ。ではどうやって出るつもりだ。ああそこまで考えてなかった。そこまで考えろ。先祖の財宝を見つけたら賄賂でも渡せば外に出られるだろう。そんな簡単じゃないんだ。見つからなければもっと大変なことになるな。いざとなったらあのスクーナーを沈める。スクーナー、人なのかな。スクーナーって名前のいるね。レイスが、ゴーストがいるのは間違いない。ゴーストヘブン湾ここの海岸にはカニよりも厄介な連中がうろついている。難破船からは早いな。一時停止してお読みください。あーなんかダンジョンというよりもなんだろう、ワンそのままだな。ゴーストヘブンワンだ。さてとどうしようかな。まず北から行くか。お猿がいる。
結構な数いるね。いてえ。片付いたか。うわー、いるな。なんだっけあれ、ハドリッド。おいおいおい、上から来るの卑怯じゃない。これは目の前だけ注意してたらダメだな。リーフバイパーかい。お前は一人か。一匹みたい。いや、家族がいたね。あれ、ドルイドの大理石。やっと。そして宝箱か。よし。ボスがいるな。いた、あれだ、レイザーファング。あ、やべ、またタント取る。あれ何、ギミックじゃないのかこれ。意外と耐久度あんな。よし、ボイアントアーミガーに入れたかも。うん、ずっと言ってるな。入ったらいいのに。じゃあ、スカの紋章が俺のネックレスと同じだ。間違いない、先祖のものだ。なるほどね、うん、ちょっと待って、マスターの剣だったか。次はこのままなんか闘技場みたいなとこ行こうか。このままこっちだね。うわ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 、巣だな。両サイドに巣があるしね。やだなこれ。これ消えた。やれたか。重服あったんだね。これは重服だ。よし、なん
かもともとはドルイドが住んでたのかな、ここ。ドルイド様式の建物いっぱい、あ、なんだ、ハドリッドブルードマザーボスか。よし来い。強いな。飛んでった。え、なんな、何事、何事、どうしたの。あ、なんか子供たちをやらなきゃダメなのか。なるほど。ここで OK か。よし、来たな。またか。まだいる、まだいる。うー、なんだ、なんかあれだな、水の噴出に巻き込まれたら打ち上げられるじゃん。数が多いのですが、ミンリン手を出すな。あ、ブルドマザー、意外と強いな。てかグループイベントか、これ。ゴーストヘブン1のグループイベント。なるほど。こっちだ。ちょっと待って、なんか装備がおかしいのかな。全員避け、残機。なるほど。あれ、そういうこと？これ降りちゃったらあれだな。戻ろう。え、なんだ本当に10センチぐらいの段差登れなかったよ。やば、頑張れ。なんかいる。亡霊の祈祷師。テクノは見守って。
か光がもう怪しいな。なんか儀式してるよ。おっと、ドルイドなんだな、もともとな。なるほど。いい準備運動になった。ドルイドたちの亡霊なんだな、これきっと。あれ？中がある。崩れた洞窟。あれだな。多分船はこれでしょう。あんまり先に行かない方が良かったんじゃないの？じゃあ。なんだこれ。おお、トラップだ。なるほどね、トラップです。ここから一回出よう。ちょうどいいね。なるほどね。演出がでも凝ってるな、ここは。一匹でいるなと思って消しかけたら囲まれるっていう。あれ？ボスだ。なんかあれだね、綺麗だけじゃないね、ハギアイルは。これだ、本がある。バニーサンデマウルの水浸しの日記。日誌のページの大半はインクのにじんだ紙くずだが、最後の部分だけはある程度読める。何週間も、あ、全然喉が死んでなかった。何週間もつけられていたようだが、ん、何週間もつけられていたが、ようやく巻くことができた。順将は艦隊にウェイレスト海軍が近くを通り過ぎるまでシーヘブン湾に身を隠せと命じている。奴らはもう何ヶ月も我々を追い回しているし、我々が略奪した商船はこれまでで最大の収穫だった。奴らはシストレスを隅々まで掘り返すのではないかと思うほどだ。奴らが出航までしか読めない。それは俺の一族の紋章だ。
期待できるぞ。もっと読める状態ならよかったが。なるほどね。これで話す。これだ。本当だったんだ。先祖の伝説が終わりを迎えたのはここだな。ハーピーか何かのように彼女が残したものを漁るのは妙な気分だな。いや、俺はゴミ漁りじゃない。一族の人間だ。これはつまり遺産だ。そういうことだ。彼女の財宝はどこで見つかる？湾の奥に船を隠せる大きさの洞窟があるはずだ、うん、略奪者たちはそこで盗品を分け宝を隠したんだろう。艦隊に起きた災難はそこでも起きたに違いない。なんか嫌な予感がするぞ。大丈夫なのか言って。大体はそのせいで呪われてこんな状況になったんじゃないのか。まあ行けばわかる。よし、こっからは順番にボスをやっていこう。広いな。あたりの様子を見たい。左の丘に登ってみよう。左の丘ね。終わってんな。トゥバッカ船長。あれ？まさかね。話しかけれないか。私の知り合いじゃなかった。知り合いによく似たやつがいてね。でかいスキーバー、親が出てきた。最後おっと、このトラップはしゃがんでても解除できないんだな。避ける以外ない。なんか雑魚戦ですら楽しいな。あ、プレイさんが走ってるぞ。なるほどね。これもしかしてショートカットできるのかな。できるな。すごいね、ここね。スクショ撮るか。何あれ。幽霊船が。ちょっと早く行きたい、あそこ。うわ、そうだった、忘れてた。行って。トラップあんだった、ここ。生きてるよ。お気遣いどうも。
蘇ってないか。いないな。トゥーバッカ船長。待ってようか。その前に隣のボスがいるかどうか見てた方がいい。マーリー船長がいる。ちょっと長引かそう。隣にいた人がもしかしたら触りに来るかもしれない。え、なんだそれ。よし来い。当店も大体やっとかないとまずいです。ありがとう。うちのミリーがやられてた。あれ何？それ何壊すの？なんかぶち壊してたの今ね。いたぞ。生きてやりたいことがたくさんあった。でもこれは違う。海さえほとんど思い出せない。どこに行く。だいたいこれ、だいたいこれやんないとダメ。ありがとう。まずこれちょっと見に行こう。やり損ねている。トゥーバッカ船長いた。なんかきっと壊さなきゃなんないんだろうが、まあいい。あー、いいな、ここだな。スクショ撮るんだったら。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、いい場所ある。あー、すごい。あー、いい絵になる。これはさっさと言ってくれ。いいね。これですよ。これがファンタジーで。あ、これ表出ちゃうんだ。その前に、あれ、ちょっと待って、これ、ここになんかあるぞ。丘から洞窟を調べる。全然見逃してた。それでなんかあれなんじゃないの、あのオーブンみたいなぶち壊していってたんじゃないの。急げ。こっちだ。見つかった。
あ、なんかいる。よし。あれ、いた、こんなん。野営地か、というよりその残骸か。近づいてるはずだ。バニさんでマウル。それは私のものだ。置いていかなければ命をなくすことになるよ。待て、その紋章は私のものだが、ネックレスは違う。何者だ。俺はイレス・マウル。あなたの孫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 くらいだ。言葉を失ってるぞ。アーケイの灰にかけて本物の幽霊と出会うとは思わなかった。それも自分の先祖とは。何を言えばいいかわからない。お前が話してくれ。そうか。幽霊に出会うの慣れてなの。私たちだけか。また聖者と話せるとはな。それも私の血肉を受け継いだものと。一体いくつの世代が過ぎ去った。私はこの海の墓標にどれだけ長く閉じ込められてたんだ。きっと数百年になるだろうな。ここにいては時間もわからん。何が起きたんだここで。私は呪われているだろうな。ここに残る者は皆そうだ。艦隊の巡哨が追い込まれ、愚かな取引をしたおかげで私らは永遠に囚われることになった。なるほど。許せ。その巡哨は何をしたんだ。敵に追われて窮地に陥ってね。うん。敵の勢力は20倍。私らは刺されるか縛り首になって死ぬ運命だった。なるほど。だが巡哨は流れを変えるため、ディープドルイドが行う奇妙な儀式をしやがった。一応はうまくいったみたいだがな。どうやってそれをやったんだ。追っ手にやられようが、私らは何度でも海から生き返ったんだよ。なるほど。殺すことができなくなった私らは敵に埋められた。あのバカの契約のせいで体が朽ち果てるまでここに縛られてるんだよ。なるほどね。頼む、もう終わらせて私らを解放してくれ。できることをやってみよう。ちょっとなんかセリフの言い回し変わったな。できる限りのことはしようだったな。巡哨の船には私らを縛る魔術についての手がかりがあるはずだ。船は洞窟のどこかにある。だが私の記憶は当てにならない。艦隊の中にはディープドルイドの儀式に参加した船長がいた。彼らの航海日誌にはもっと詳しい情報があるはずだよ。ディープドルイド。ああ、シストレス諸島の船乗りが噂する恐ろしい存在さ。波の下にある光の届かない深淵に住み、得体の知れない者たちと交信し崇拝する者たち。私の時代ですら神話だったけど本当にいたんだ。そして何をした。いろいろなものが残された。希少品として売買される価値あるものや、私らをこんな墓場に残した愚かな巡哨が手を出すようなものがね。シーヘブン湾の周囲にあった崇拝用の偶像を私らはたくさん手に入れたんだ。ではこの地は海底の魔法に接続されたのか。そうだと思う。岸に流れ着くものの中にはディープドルイドのものもあっただろうね。シーヘブン湾にはそういうものがたくさんあったんだ。私らが奪う前の話だけど。財宝がどこにあるか教えてくれるか。宝を求めてここに来たなら少し分けてやってもいい。でも私らはご覧の通り大きな代償を支払ったんだ。簡単には渡さないよ。なるほど。この呪いを解くのが条件だ。とにかく数百年の歴史を持つ呪いを解くだけでいいんだ。それで遺産が手に入る。その価値はある。まあ何をすればいいか分かったよ。彼女はそんなに怖くないようだな。ダークエルフにとってはその程度のことなのか。大昔の先祖と話をするのは。まあ俺の出身地では滅多にないことだ。せっかくの機会を無駄にしない方がいいね。私がダークエルフに見えるのか、お前は。財宝について彼女と話すのか。そうだな、いつかは。でもすぐにその話を持ち出すのはどうかと思う。
呪いの剣がなくてもな、きっと手を貸してくれるだろうが、先に手を貸すべきだ。彼女が話してた公開日誌を探そう。わかった。早速あったのこれだな。デボネアの船長日誌。反乱の匂いがする。准将が我々をこの騒動に巻き込んで以来、乗組員たちの中に彼への不信の念が湧き上がっている。追っ手を避けるために別々の方向に分かれず、慌ててここに戻ってきて略奪品を分配するとは欲深い男がやるヘマだ。彼は考えがあると言っている。あのウェイレストの大艦隊を相手にしても負けなくなるような秘策がカビが生えた本の中に載っていたという。この目で見たら信じてやるさ。この本には疑念が残ってる。後悔が魂をつなぎ止めてるんだ。なるほど、これ順番に見せられるな。偶像を持っていけと言っただろ。俺が見せた通りに置けば死なずに逃げられるかもしれないぞ。了解。分かってやってるならいいが。あ、これあれだ、そこのボスたちだ。准将の日誌。我々はアビンシアン海をもう10年以上も荒らし回ってきたのに、あのうろたえたバカどもは少し数で圧倒された程度で恐れをなしていやがる。奇跡が必要だと奴らは言う。それなら奇跡をくれてやろうじゃないか。このドルイドの装飾品には力がある。ドルイドの古い忘れられた言葉は話せないが、この書に答えがあることが分かっ答えがあることが分かる程度には魔術の言葉を知っている。ディープドルイドは比類なき力を呼び出したと言われているし、それは本当のことだと思う。この書の中には、艦隊を無敵にする儀式がある。呪文が、維持され、偶像が傷つけられなければ、乗組員たちは本当の意味で死ぬことはなくなる。正当な取り分を取ったことで、罰を与えようとしたウェイレストの連中に後悔させてやる。今もあいつの言葉がこだましてる。私には聞こえる。もう何も恐れることはない。この書と偶像さえ無事なら、海が俺たちを死神から守ってくれる。深淵に忠誠さえ誓えば、俺たちは永遠に海を支配できるのだぞ。なるほど。そしてドールレディの船長日誌。船乗りは誰でも無慈悲な海で生き延びるためのお守りを持っている。ある船乗りは頭が水の下に沈まないように恋人の髪の毛を首に巻きつけていた。私はいつも自分のロープを、右右舷側に結ぶようにしている。だがあの歪んだ偶像や藤壺だらけの本は健全な人間の船に置いていいものではない。まあ殺し屋の艦隊を従えている者が健全な人間だとは言えない。彼はこれまで我々を見捨てたことはない。だから准将の運がまた尽きていないことを信じるしかなさそうだ。恐怖が取り付いてるのを感じるよ。准将はあの古い偶像を幸運のお守りとして持っている。だが准将は一体何の恩寵を集めているんだ。そうよ、彼はあの書に海の秘密が隠されていると主張してる。なら全員でドルイドにひざまずけばいいだろ。古い本によれば、准将がディープドルイドの偶像とある古い書物に執着してたそうだ。俺の先祖が見せてくれたものに加えて、呪いの重要な手がかりになりうる。では単に破壊すればいいのか。そう思うぞ。准将はあれが守られてる限り艦隊は死なないと言ってた、うん、お前は偶像を壊しに行け。俺は知ってることを教えてくれって先祖を説得してみる。古い書物のところで合流して呪いを解こう。分かった、そこで会おう。もう一回やる羽目になりそうだな。いるね
何度も何度も死んでばかり。できることなんてそれくらいだ。よし、ミッディやれ。手伝いが来た。これね。はい。言いますね、マーリー船長。これをハンマーじゃないんだな。パーベット船長、こんな結末を迎えると分かってたら反乱を恐れることなんてなかった。見せつけてやったね。どこ行くの。よし、これで藤壺で覆われた書を燃やす。なるほど、次だ。お、いるな。マルフェール巡将。サスケがいるんじゃない。一番大したことない感じがするところ。あなたに会うまでこんなに戦ったことなかった。これどうやって行くんだろう。これだ。こっちだ、ドルイドの書だ。これね、燃やすんだ。私をとどめる縄がほどける。呪いが解けてるんだ。おーい、なるほどね。まずバニサンデと話す。ついにこの哀れな魂を深淵から引き上げてくれた。感謝するよ、風変わりな聖者と私の末裔にね。私が渡せる財宝なんかじゃ足りないくらいだ。呪いが解けた今何が起こるんだ。アーケイのみぞ知るというやつだ。でも私の疲れ果てた魂はもう解放されたみたいだ。消える前にもう一度だけ大海原が見たい。それで宝については。私が宝を確保した場所はイレスに教えた。あんたに分け前を渡すのを渋るようなら呪ってやると伝えな。うん、伝えとく。あれに乗るのか、バニサンデ。ここにいるマウル船長は幽霊にしてはかなり顔色が良くなったな。分からないで。お前が何をしたか知らないが呪いは解けたようだ。偶像と文章を破壊すれば呪いは解けるようだな。神に十度祈って聖堂を探せ。お前までドルイドの呪いがかけられないようにな。あの振動を感じるか、この古い洞窟も
きっとあんな魔法が気に入らなかったんだろう。ようやく自由になれた。船乗りはこうでなくちゃ。最後にもう一度海が見たい。イレス、頬を広げて生きろ。人生は短い。一族のため全力で生きるよ、船長。洞窟が湾に向かってまた開いた。出よう。これ乗っていいんだな。出よう。出たら？あ！見ろ、あの船を。平穏を見出せることを祈ろう。幽霊船。さっきの崩れてた船だね。計画通りとはいかなかったが、なかなかの冒険だったね。次はどうするんだ？ベリサンデに宝を見せてもらった。望んでたようなもんじゃないが、落ち着いたら借金して船を買うかもしれない。俺の夢、次の偉大なるマウル船長になる日は近いぞ。さあ、分け前だ。十分な働きをしてくれたな。ありがとう。俺の力だけでは先祖の魂を救えなかっただろう。それにたとえ彼女の財宝を先に見つけられても、財宝が呪われてたら意味がなかったからな。そうだ、一等航海士の座はまだ空いてるぞ。冒険が終わったらじゃあ一等航海士にしてくれ。で、これでも船が買えなかったらどうするんだ？あの洞窟には他にもたくさん宝が隠されてるだろう。まあ亡霊が取り付いてないとしても、探す価値があるかは怪しいけどね。いずれにせよ、次にマオル家が集まった時にいい土産話ができるさ。あ、出航した。追いかけられないのかな。行ってしまったね。なるほどね。で、今もらったやつはゴーストヘブンのキャラベル。なるほどね。記念品ですね、完全に。あ、こっからも入れるんだ、一応。とまあこんな感じでございました。無事クリアだね。さてと、じゃあいよいよ、あ、ここ行けてないから、ここ行こう。アルバトロスの跳躍、ここ寄っていこう。いよいよ。ハイアイルも行けてないところがもうわずかになってきましたね。まあ押しむらくは夜っていうとこだな。やっぱりね、明るい時がやっぱ綺麗なんで、このエリアは。どっから行くんだろう。このままでも行けそうな気がするな。これだ。あれ、なんかあるね。下じゃねえな、上だな。飛び込み台みたいなのがあるよ。これ楽しめるんじゃないの。
あれだ。ハウンがいるな。あれ、ハグ。これです。アルバトロスの跳躍。なるほどね。アホウドリの。シストレスの歴史第4巻か。なるほどな。こっちに飛んでいけばいいのか。これ行くか。じゃあ、スイッ、あ、ジャンプできない。何今の。後悔なし。解除したけど。あそこから飛び降りたら実績が解除された。なるほどね。こんな隠し要素もありましたわ。よっしゃ。とは行けてないところは、もうワールドボスとかやってないところもちょいちょいあるね。この辺りどっかでちょっとやりたいですな。ちょっと行く前にだよ、うん、もう一個あるじゃない。もう一個あるんで行きましょう。リガードね、うん、いよいよ